はいどうもマフィアカジタです。前回に引き続き今回もサンキオさんにお邪魔しております。当初はねシンフォギア打たせてもらうって話で伺ったんですけれども、ついてみたらかぐや様は小倉世帯のパチンコ台がありまして、聞いたところによるとこれから導入する新機種らしいんですよ。先に打たせてもらってもいいのかなーってちょっとおねだりしたらいいですよって話だったんで、これこっちも好きなんで原作アニメ両方とも見てますし、ぜひぜひということでなんと追加で収録させていただくことになりました。ありがとうございます。お願いします。はい、じゃあ引き続き今度はこちらの台を打たせていただきたいんですけれども、これ正式タイトルあるんですか？フィーバーかぐや様はこくらせたいです。フィーバーかぐや様はこくらせたいですね、はい、了解。かぐや様のパチンコ台ってこれが初めてですか？初です。おお、皆さん初めてのパチンコ家のやつ打たせてもらうことになりました。嬉しいですね。シンフォギアと比べるともうこの辺の形が全く違うというか、割とシンプルなんかな。そうですね、サンダードな形してるので、はい、ここの空間が広い気がします、はい、シンフォギアは劇場枠っていう専用枠に対して、うん、専用なんですね。はい、これはネオステラ枠っていう、まあ、汎用のやつに使えるってことですか、はい、そうです。パチンコ台って全部専用じゃないんだ。そうですね、おもろ。じゃあ早速なんですけれどもやらせてもらいたいと思いますよ。さっきよりは当たりづらい。さっきより当たりづらい。319分の1ですね。319分の1、はい、そんなに変わる？その代わり、うん、大当たりの出玉がすごく大きい。じゃあちょっとこれ出たらすげえな。パワーはどんくらいだ？またシンフォギアと同じぐらいの位置を見つけていただいて、ちょっと強いですね。今回が、あ、いいですね。今回だな。あ、いいですね。今回だ。いいですね。よーし。藤原初期が結構好きなんでね、その右下でずーっと踊ってるのが可愛い。そうですね、うん、結構藤原推しな部分はあります、ね、この台、はい、もういい顔してるわ。すごいバカっぽい顔してる。出た、一神だ。これはストックか。これ、あ、そうですね、保留ですね。もうだいぶ溜まってんだ。そうですね、でもそれで油断してるとバンバン減ってくるので。おお、まだガラケー使ってた時。そうですね、まだその時です、ね、お、流れ出したの。え、マーチンの曲そのまま流れるんですか？はい、いいな。一応ラブドラマティックとダリダリドゥが入ってます、ね、いいですね。319分の1なので、なんか気持ち悪い、遊んで止められると。頼むよ。あと楽曲でいうチカッとチカチカとかも入ってます。あれも入ってるんですか？はい、あれ作がすごかったな。ヌルヌル動いてた。あとオリジナルの楽曲が2曲入ってます。オリジナル楽曲、はい、誰が歌ってるんですか？藤原千佳役の小原さんが歌ってる歌と、はいはい、あとは生徒会のメンバー3人、かぐや様と藤原初期と飯野美子が歌ってる。マジか。パチンコは知らないキャラソンまで出してくるから、あの風で。エヴァの時も、はい、俺打ってないのに曲は買ったんですよ。知らん曲入っとるって。そうですね、結構そういうことはやはりそれするとファンの方も喜んでいただけるので。いや、それは嬉しいですよ。遊戯同期もやっぱつながるんですよね。歌とかはどんどん入れてほしい。当たらんなぁ。310分にしたんで。お、なんすか今の。シコシコ、風船膨らませるリーチがあるんで、ね、左右にシコシコ。バカじゃないの。綺麗だこれ。頭おかしくなりそうだ。なんだこの椅子。おおおもろ。なんだなんだなんだ。名探偵モード。本質アップが出るとリーチに発展するかも、ボーナス当たるかもで、ダブルまでいくと結構チャンスですね。おおお。あ、もうこっからもう一丁、もう一丁、もう一丁。これいいのでは。妹も出た。これは妹リーチか。いけ。これちょいちょい入ってくるカットインは、はい、フラッシュっていうんですか。カットインですね。カットイン、カットインの色とか種類によってリーチのまた期待感をどんどん煽っていくというか、変動していくイメージですかね。なるほど。これはどういう状況だ。これはリーチ中です。リーチ中か。はい、ニアインリーチ5000円。いけ、やったー。偶数だけど、偶数だけどやったー。おーわ。これ特ハート焼けものって言います。むちゃくちゃ派手に動きますね。こんなによう思いつくな。ビカビカー。藤原は他のキャラにちょっと優遇されてるので、実はちょっとチャンスなんですよね。リーチ発展すると右打ち。これそうですね、ラッシュズガラ。これは偶数より奇数の方がいいので。うるせえ。画面うるせえ。今奇数なのでラッシュ。おー、やったやった。でここから右打ちですか。右打ち、モテボーナス。ドーンだよ。かぐや様は非常に演出が多彩に入っておりまして、右支柱が3つのモード選べる。え、はい、王道はあれです、小倉市ですかね。これ、はい、これ行ってみよう。モテキクライマックス。頼む。で、最初の40回転は当たった場合すぐ当たりが出るような状態になって、あと40回過ぎた後は各モードごとの演出が発生するという、そういう仕組みになってます。頼むよ。ここからが後で小倉市演出ですね。小倉市歌がまた選べるので、さっきのそのチカッとチカチカとか、へ、声優様の新規楽曲とか入ってます。おこれだわ。はい。いやー、次は何。来た。
藤原乱入なんてうるさいだよ。むちゃくちゃうるさいだいっすよ。ただまたいい顔するんですよ。おーおーいいですね。これはパチンコでおじな感じですよ。いやーやったーいやはーいやーはーすごくない。右手は大当たりが全部1500発なので新フォギアの7倍以上です。7倍新フォギアには当たらないんですよね。当たらないです。当たりましたね。当たりましたね。あれ新フォギアより相性がいいのか。いやーすごいぞ。またモテキだ。別のにしてやがった。あーどうなる。おっイエー前衛は戦スペシャル。ここらし中は基本こういう原作にあったような演出ができますね。パチンコは基本赤とか金が出れば赤金がいい。赤金がいい。棋によりますけど基本赤金ですね。赤金レインボーあたりがやっぱり。いやったーまたスペシャルだ。それ解放とは何ぞや。わーおブルブルすげー調子いいですね。調子いいですね。次、藤原初期にしては。基本この繰り返しです。藤原初期はもう演出が発生しないんです。いわゆる一発告知っていう形でもう当たったらこの状態。なんじゃこれ。絶好調です。絶好調。どんだけ藤原初期推しなんですか。いや藤原初期がやはりお好きだからじゃないですか。あーなるほど。スーパーチューブで。いやー最高潮に絶好調だわ。どうなる。スーパーチューブでは生徒会の選挙をイメージした演出が発生する状態。こんな時期もあったな。もうこれは完全オリジナルです。このベティってキャラは生徒会の選挙に出てこないのでパチンコオリジナルの演出。これは完全にもうないですか。はい、このベティってキャラ原作だと結構最序盤に出てくるフランスの生徒。そう覚えてはいるんですけれども、はい、確かにあんなシーンなかったよなと思って。ないですよ。オリジナルか。やったー。えこれは当たり前なんですか。いやもうすごい調子いいですね。本当にすごい調子いいですよ、はい、ものすごくいい。すごいな。あの新フォギアで出した玉数よりも今多いですからね。ですよね。もうだいぶ出てる。確率が低いけどその分出玉本当に多いですね。そうですね。ミドルキーっていうのは一回当てるとまたまた玉が出るので、うん、その分熱くなれるというか。いやーだって玉出し押してないし。どうなる。うるさい。おーすげー。これ実際にホールで打ってたら、はい、この状況やったらもう大喜び。もうあれです。あれは止まらんす。多分道行く人がみんな羨望の回しです。本当ですか。マフィア勝田町はパチンコでも披露するかもしれない。今ラッシュ6。6回目。どんくらい続くものなんですか。81% 継続なので4、5回とか6回ぐらいですかね。5、6回。じゃあもうそろそろ終わり早々ですか。もうそろそろね。そうですね。平均ということですかね。この辺のは。アウンが強いきましたね。やばいっすね。嫌な気を考えてきました。頼むよ頼む。この辺のは奇数来い奇数来い。おおおおおお。アタッカーが開けば超絶ハッピー。開いた。やったー。おやったー。まだ行く。もうそろそろ1万発いきますね。1万発いっちゃう。両手いっぱいの紙袋。両手いっぱいの紙袋。両手いっぱいの紙袋。1万発いけー。頑張れ。そうそうですかね。頑張れ。いや行くか。もうそろそろかな。いけるか。まだいけるか。まだ頑張れるか。いけいけ。なんだこれは。おお。電話行くは戦の中で一番大当たりに期待が持てるんですよ。期待が持てる、はい、やべえ、まだ行くか。あーよし。ええおい。いやもちろんあの確定ではないので。藤原初期当たりばっかじゃないよ。藤原初期邪魔してくることもあるんですね。とんでもねえやつだな。もう本当にトラブルメーカーというかトリックスターというか。トリックスターですね。さっきはずっと当たりを運んでくれたのに。なんという邪魔しに来やがった。演出変えた瞬間に。おっ、これはなんかもうちょいもうちょい、もう一回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 、お、頼む、緑、もう一回、もう一回、来い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 、あー、あ、あ、お、お、イントロリーチというもので、歌が全部流れれば、イントロリーチ、はい、行け、おー、まだ行く、まだ行く、やったー、じゃー。もう1万超えますね。さあ1万を超えました。皆さん両手いっぱい紙袋を買ってくっそー。金払っときゃよかった。くっそー。ここで打っときゃよかった。絶対ここで使うべき運じゃないよこれ。まあよくあるやつです。いやーすげー。頼むぞ頼むぞ。ちかちゃんさっき邪魔したんだから。今8年目です。8年目です。頼む頼む。いけいけ頼む。来い。お、行け。お、お、お、来い。開け。頼む。ママ頼む。頼む。疲れ疲れ。できたー。
き出すねすごい引っ張るねあはいすごいパチンコ台そのものが藤原初期だ、うん、煽られてますね藤原初期の化身なんじゃないこのパチンコ台来い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 頼むぞチカちゃんおいおいあそろそろ焦り出す頃ですかねそろそろやばいなおー来い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 これは欲しいですねここは頼むぞチカちゃん今度こそはい。おーい。なるほど、これがパチンコか。みるみる分かってきたぞ、パチンコの方がみるみる分かってきた。もう残り10回だよ。来い、来い。ラストチャンス。いけ。わー。ちなみに、平方さえリーチなんですけど、約 50% です、期待度。それを今3回外します。ありがとうございました。1万800発。そうですね。お家帰る途中にちょっと美味しいもの買ってですかね。コンプラ当たればもう大成功ってことですね。そうですね。あー、どんどんな、叩き打たせてもらって悪いけど、パチンコのコツがつかめてきた。多分、このコツがつかめてきたらみんな失笑なんだろうな、これ。もう、適度に遊ぶ形でお願いします、ぜひ。了解。いや、でもね、しょっぱなから大当たりこんだけ続いたんで、とりあえず自分で打つのはここまでにしたいと思います。なんか聞いたことないと、この台はまだ出る前だから、見せてもらえるって話なんですよね。はい、大丈夫です。だから、まだ俺が見えてない演出いくつか見せてもらっていいですか、はい、はい、じゃあこの後すぐ。ここからお願いしたいと思います。はい。さあ、じゃあここからはですね、俺がまだ実際に打ってる時に弾けてない演出っていうのを見せてもらいたいと思います。じゃあお願いできますか。はい、じゃあ早速いきます。はい、どんなんだやっぱ玉の音がないと綺麗だそうですね私のことを誘いましたか何だ早川はいいいねそう一応本家のキーポイントにいいっすね脳内裁判結構原作でも人気な脳内裁判これは脳内裁判リーチ脳内裁判に脳内裁判リーチ準備を祝いたいのですが何の予告をプレゼントしたらいいでしょうか紫保留にしましょう紫保留にしましょう赤保留にしましょう赤保留でもこの子を言ってる方のが期待が高いんですよ赤の方がいいじゃんいいですよどれが一番いいですか一応気になるんですけどこの演出自体はどれ選んでも一緒ですね見たいパターンで恋愛苦労戦会長、例の誘われましたカミコロは止められないおうそれで篠宮は行くか会長はどう思いますかこの辺は原作を結構しっかり守って私は金入った止めろ止めろ止めろいったーよっしゃこんなん見てたらバカになるとんでもねえおーすげえなおもれ脳がどうにかなっちゃいそうだわはいこれが脳内裁判リーチ脳内裁判からの影谷様止められたいリーチからのあたりです、うん、おもろいな一応その中にはそのここらスタイゾーンっていう本編のキーポイント演出が入っていたへになりますね。いやもう一つ見せてほしいな。はい。他に何がありますか。続きましてはこちらを、うん。こちらも結構原作の名シーン。お、なんちゅう顔してんだ。そう、この辺の藤原初期の顔はちょっといいのかなと思うんですよね。なんちゅう顔してんだ。結構決まってるというか。脳みそカラッカラっすよこれ。こんなに原作でもバカじゃないのになと思うんですけど。こんな顔してんだから。こんにちはポン。おお嘘であるだ。大レーザーアタック。お、レバー来た。ブルブルしたよ。ようやくレバー触れた。で、この演出がキーポイント演出の一つである。奇跡的背景、マリアージュ。わお。うわー。くほど黄色じゃん。一応この辺の原作のちょっとエモい音楽も入ってます。エモい。本日の花火大会は。さっきの星マークなんすかあれ期待度ですね期待度か、はい、星の数が多いほど大当たりしやすいじゃあかなり高いですねそうですねおーしっかりいやー名シーンですねでも外れることもありますこれ外れたらどうなる間に合わないのそんなことあるちょっとあの大丈夫です大丈夫です上がった花火上がった上がったすげえ光ってるいやよかったよかったいやー素晴らしい素晴らしいおっおっラッシュ突入だよやれよ
ちょっと台無しですか、ね、台無しですね。でも奇数引いてくれた。いやー最高。今のが奇跡的背景、まあ、マリアージュ演出からの本気の熱いというかボーナスに期待が持てる演出の花火の音が聞こえない。いやー今のイベントで星マックスじゃないんですね。そうですね、星マックスこれ以上あるんですか。この上が5つはありまして、で今までちょっと藤原初期とかかぐや様に結構スポットが当たったんですけど、うん、次はちょっとこのキャラクターが活躍する。誰だ。あ、石神だ。僕はおかしくなった。勝手なイメージがあるけど、スタイル低そうじゃないですか。これが、なかなかどうして。おう、なかなかどうして。なかなかどうして。ああ、開発陣に好きな人いたんだろうな。石神愛がある。石神愛がある。このイベントきついんだよな。そうですね。石神の過去は辛いんだよ。なるほど。かっこいい。最高のイベントだね。よく耐えたな。よこや。石神号泣でいい。こっからです。ここからさらに涙からの星多いな。はい、はい、ドン。おお、第2期の一番盛り上がってるシーンですかね。はいはいはい、アニメ第2期。うるせえバーカ。よっしゃー。行ったった。頑張れ。これ外すことあんのか。これ外したらへこむぞ。へこみますね。イエーイ。この隙がやばい。この隙の連呼がやばい。ちょっと癖になりますよ。やったねお。これ今いわゆるその図柄が偶数か奇数かを決めてるシーンですかね。奇数の方がいいですもんね。いいですね。偶数で、はい、あーなるほど。いやいいわ、いいもん見せてもらいました。こういった形で、まあ、原作のエピソード有名なところは全部押さえたりするんですか、ね、まだまだあるんですもんね。まだまだあります。はい、もう本当に1年くらいあるな。はい、たくさんありまして、うん、いや面白かったっすわ。やっぱ信頼っていうんですかこういうの、はい、信頼だけあってすごい工夫されてますね。そうですね、うん、特にかぐや様は本当歌もキャラクターも物語も全てが面白いというか、うんうん、おもろいわ、はい、この台人気出るでしょ。際立ってるので、うん、はい、そう、もうキューピッドの矢バーン出てきてぐる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 って頭おかしくないですか。コクハート役もです、うん、で右下の藤原初期は顔やべえし。そうですね、あれはちょっとこれ実に分かってんな、うん、おもろいわ。いやありがとうございました。ありがとうございました。かぐや様の稼働はこれはいつからですか。10月1日以降ですかね。こちらのかぐや様は告らせたい、まあ、原作ファンの方はね楽しんでいただけたら幸いです。でパチンコやる方はね、あマフィアカジノのやつで見たやつだって感じで、まあ、打ってみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで、ね、マフィアカジノの YouTube チャンネル登録とグッドボタンをいつもありがとうございます。産業さん、これから本当にお世話になりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。またなんか面白いのあったらぜひ読んでください。あ、そうですね、あ次はぜひパチスロの方を。パチスロ、はい、パチンコとパチスロは別物なんですか。そうですね、私の近くはパチスロの方の。そうなんですか。はい、担当の方が、ちょっとだからパチンコは正直そこまで、まあ、詳しくないっていう方。あんだけ説明しといて。そうなんですね、私より全然ばっかり詳しい人間はたくさんいまして、それであればもう私は全然いけると思う。じゃあ俺パチスロはまだ打ったことない。多分ないですよ ね, っすよね、はい、ないです。あのシールが初めてだったんで、これはあ、まあ、パチンコのシールなのでパチスロはぜひ。パチスロっていうのも初体験ができるかもしれないです。そうですね、評判が良ければまたね、はい、こうやって面白い演出見に行きたいと思います。よろしくお願いします。お金使ってみたいけどな個人的には。はい、というわけでまた次回の動画をお楽しみにしていてください。バイバイ。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。